男子バレーボール日本代表としてパリ五輪を戦った高橋愛が自身のインスタグラムを更新し、歴史的名刀に足を運んだことを報告した。創業98年の老舗旅館も訪れ、とてもリラックスできました、と満足した様子を綴っている。激闘の疲れを癒した。高橋が今回訪れたのは、奈良時代初期が起源とされる兵庫。 木の先温泉にある木の先田島屋旅館。大正15年創業という人気の老舗旅館だ。木の先温泉の外出機の清掃とされる浴衣姿でポーズを取った。高橋は自身のインスタグラムで先日木の先田島屋旅館にご招待いただき行ってきました。旅館の皆さんご丁寧な対応でとてもリラックスできましたと感謝を報告。ちなみに、 五代目を引き継ぐ二歳の可愛い息子さんにも会ってきました、とほのぼのとした交流もあったようだ。パリ五輪では日本代表を牽引する活躍を見せた高橋だったが、チームは準々決勝でイタリアに敗れてメダル獲得はならず。念願の田島牛も食べ、温泉に入り、一日には蕎麦屋のジンベイさんにも寄らさせていただきました。最後には木の先マリーンワールドでイルカショーを見て、 楽しみました。などと綴り、リラックスした時間を過ごしたようだ。